何やってるんだ。俺が彼女椎名真昼と話したのはこの時が初めてだった。風邪ひくし刺して帰れよ。返さなくていいから。ありがとうございます。さすがに放っておけません。借りは返します。高校に入って一人暮らしを始めた俺のご近所というかお隣には天使様が住んでいるのだ。家から持ってきました。わざわざどうも。いえ、か。じゃあお粥を作っていますからそちらをどうぞ。椎名の手作り。嫌なら私が食べますけど。ああ、いや、食べます。食べさせてください。市販の薬はあくまで対症療法ですからね。ちゃんと体を休めて免疫機能に仕事してもらってくださいよ。何ですか、食べさせろって言うんですか。は？そんなサービスは受けたまわっていませんけど。誰も言ってないから。うまい。まあだから用事もないのにわざわざ関わることはないよ。